だいぶ下まで、どうだいどうだいどうだい。50日目です。パチパチ。とうとうね、50日目っていうことでね、やっと停滞期を抜けて調子が上がってきたタイミングで、結構今までやってきたことがあって、もっとよりこう深く押し込めるようにフォームを意識してできるようになってきたので、なんとかね180度開脚目指したいんだけど、どうなんだろう。50日目調子は上がってきたとはいえ、まだ180度いけなさそうだからね、早く180度、早く180度行きたい、早く行き。あと何日後にできるようになるんだろうね。頑張ってこうね。スタート。あと何日でできるようになるんでしょう。さあ、しっかりね、序盤からね、追い込んでいきましょうね。だいぶ下までこう下がるようになった。前もほんとここだったもんね。今ここまでね、だいぶ下までどうだいどうだいどうだい。もうほんとすごいよ。だって見てこれ。この体勢。すごいでしょ。どうだい。寿司三昧。世界初じゃない？ M 字寿司三昧。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 マグロ。マグロ。マグロね。50日目絶好調だね。序盤のポーズほどね、しっかり追い込んでね、簡単なポーズ、すぐできちゃうポーズだからこそ、しっかりめにね、ぐいぐい押し込んでいきましょう。なんかつらが出てる。大丈夫かな。50日やってきたけど、このヨガマットだいぶボロボロになっちゃったよね。何日目かとかでもなんかどんどんボロボロになってく、30日目あたりだったよね、どんどんボロボロになってくって言ってたんだけど、なんかもう本当になんかみすぼらしい感じになっちゃった。前髪系のね、華奢な前髪系を目指してるんだけど、いかんせんゴツゴツした肩幅張ってるケツデカの前髪系のね、ボディをよく包んでくれましたよ。何なんだろう。もちろん鍵とかね、何かこう硬いものがポケットの中に入っててっていうならまだしも、全然そうじゃないんだけど、なんでなんだろうね、私のすね毛。50日目の生理痛の軽減、前髪系に大事だよね。昨日の動画で自分のケツの重さに耐えきれずバランス崩しちゃったからね。そんなことあんのって感じよね。今日はね、前の方中心にねやっていきましょうね。お尻に重心ありますからバランス取れてますよ。よいしょ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 。
あれ前も右足首じゃなかったっけ。すごいバキバキするな。なんかね、膝は両膝どっちもポキポキなるんだけど、右足首特にバキバキになるね。はい、それでは足を交代していきます。 D が同じように、ゆっくりと3分かけて伸ばしていきましょう。汗すごい。呼吸は続けてください。はい、それでは最近調子いいからね、しっかりフォーム意識して追い込んでいきましょう。ほらほら、すごいすごいすごいでしょ。もう相当じゃないこれ。こんなにこう体立てれなかったもん今。こほらどう、ちょっと今不安になっちゃった。逆パカするんじゃないかとか、お尻重いから自分のお尻に耐えきれずブンってなる。汗すごい。最近このね、額にかく汗がすごいんですよ。まあ前髪系だからね、熱こもりやすいんですよ。一本から大丈夫です。いくよ。ほんとできるように。不思議な広がり方した。でもしっかりね、こう手を自分の体の方に近づけてぐーっとね押し込んできます。負荷をしっかりぐーっとかけてきます。もうちょっと、あと10秒、もうちょっとだけ今日追い込んで。汗が入って、なんか目が、目がチカチカする。なんかね、感じるのが、あの低体期の時って、まあ、汗かいたけど、そんなだったんですよ。なんかね、やっぱ代謝が良くなってる時は成果がいい気がする。体がやっぱどんだけ温まってるかって大事なんだと思うな。本当に汗がすごくて。50日目、お股広げて汗まみれの前髪系どうだい。